シャルルノディエポーランゲランによる肖像画、シャルルノディエはフランスの小説家、フランス幻想文学の祖と言われる、フランスのブザンソンに生まれる、フランス革命の動乱の時代にあってまとまった世紀の教育は受けなかったが、11歳の時に革命演説をするなど早熟な少年で、ハンナポレオン活動で三夜を逃げ回ることもあった、逃亡先の村々での老婆のロバタカタリと、 長州州を愛好し、18歳の時に昆虫の触覚についての著作を表す。瞑想者という結社を作り、そこの友人の妹に恋をするが、彼女は翌年に死亡、その義妹と結婚する。1818 18年から、ジャンスボガール、テレーズ・オベル、スマラ、あるいは夜の霊、トリルビーなどを発表。1823年に、シャルル10世の施設図書館であった、 パリのアルスナル図書館に職を得て、そこに住まい、図書館が国立となった後も継続する。そこで若い文学者たちを集めたサロンを開き、その中にはビクトル・ユーゴーやデューマなどがいて、フランスのローマン主義運動の元となった。パリ評論の総監に携わり、これに作品を定期的に発表するようになる。7月革命後もアルスナル図書館に留まることを認められ、 この1830年に、奔放な幻想物語、ボヘミアの王と七つの城の物語、幻想文学論、文学における幻想についてを発表。続いて1832年、パンクズの妖精などを発表。1833年に、アカデミー会員に選出。諸子収集家でもあり、特にインキュナブラの膨大な蔵書があった。実書作りも手掛けて、アカデミー実書批判。 擬音語辞典なども表す。1844年にアルスナル図書館の屋敷にて死去。ノティエの幻想的な作品は、ジャック・カゾット、悪魔の恋、サラゴサ思考など、先駆的な幻想作品の影響を受けて生まれ、作品の特徴は、民衆のロバタ語りの伝説などを文学として取り入れたこと、現実と入り混じる悪夢や幻想を描いたことにある。 最初の幻想的な作品は、恋人を失った体験による1806年、夜の一時の幻で、1821年、スマラ、あるいは夜の霊ではかつて過ごした、ダルマチア地方の吸血鬼、伝説、1822年、アジールの妖精トリルビートリルビー、ウールルトン・ディ・アーゲイルは、スコットランドの伝説を元にしている。百二十八年以来のフランスへの ET、 エ A. ホフマンの紹介によるアリュの流行の中でも、ノディエの作品は独自性を持っていた。1832年、パンクズの妖精には、ホフマン、黄金の壺の影響も見られるが、夢、狂気と現実の混交から超現実的世界が生まれる。他に、ゴシック小説風の1819年、テレーズ・オベールや1837年、イネス・デラス・シエラス、1838年、 呂足祭九日祈願のような神秘主義的作品、1844年、空豆とスイートピーなどのおとぎ話風作品もある。転換室であったとも言われており、1832年、青靴下のジャン・フランソは、白地のバチスト、パンクズの妖精などの狂人描写に、その影響があるとも言われる。逃避行を続けていた頃を描く、自伝的小説、逮捕状その後、 革命時代を描く、革命の思い出と肖像もある。フランスにゲーテやバイロンを紹介するなど、作家たちに与えた影響は大きく、幻想的な作風は、テオフィル・ゴーティエやジェラールド・ネルバルに引き継がれた。チャールズ・ナドジェイ・フレンチライター・インスイクロープディア、ブリタニカ、死の立ち脇、解説。ありがとうございます。